なんか東北各県で、熊を駆除するな、との苦情が増えてるみたい。ではも熊の駆除への苦情が増えているのは、ニュースで取り上げられる機会が増えたことが考えられるんだって。では、詳しい内容を見てみるね。熊による被害が多い東北各県に対し、駆除に抗議する電話やメールが先月頃から続いている。人身被害が全国最悪の秋田は、ピークの10月上旬からは減ったものの、1日数件は、なぜ殺す、など、強い口調の苦情も来る。当県の佐竹のりひさ知事は、6日の記者会見で、感情論が多い。理解を得られるよう、国が行動をとってほしい、と要望した。秋田県によると、抗議が最も多かったのは、美郷町の畳店の作業小屋に、10月4日朝から親子と見られる3頭が留まった直後。駆除したため、かわいそう、といった電話やメールが殺到し、電話口で号泣する人もいて、対応した職員の業務に支障が出た。熊の駆除は、例年各地で行われているが、今年は人里での目撃や駆除が目立ち、ニュースで取り上げられる機会も多く、自治体への問い合わせが急増した可能性がある。やばくない?あれだけ東北各県で凄惨な獣害被害が出ている状況にもかかわらず、熊を駆除するな、熊がかわいそう、との苦情を入れてしまう悪質クレーマー。中には電話口で号泣する人もいるって。呆れて開いた口が塞がらないんだけど。ネットでも、マスゴミの報道のせいで。かわいそうなのは、現状を知らんお前らだろ。職員かわいそう。一番泣きたいのは、その熊に被害に遭った人と、その家族だっつの。そんなに守りたいのなら、今度から大好きな熊さんが処分される現場に来て、身を挺してかばったら?電話口でそんな理由で号泣されたら、爆笑してしまうよ。飼いたいみたいだし、捕まえて届けてあげろよ。文句言ってる奴は、もちろん殺さないよな。この電話は、品質向上のため録音させていただきます。みたいなの最初に流して、業務妨害はガチャ切りしますって声明出しとけ。動物愛護系の抗議電話はガチャ切り対応で、何度もかけてくるバカには、損害賠償請求を。アホにはそれなりの対応をしないとつけ上がるし。処理水問題で痛電かけまくった中国人と同じレベル。かかってくる電話とかメールは、違和感のある日本語で来るんだろ。こんなもんは無視じゃ無視。取り合う必要が全くないと思う。野生のクマも、プーさんやぬいぐるみみたいに可愛いと思ってるんだろうね。クマが可愛いのはマスコット化されてるようなのと、檻の中にいるやつだけよ。今日ゴジラマイナス 1.0 を見てきたけど、こういう人たちは、かわいそうだからゴジラを殺さないでって言うんだろうな。まともじゃない勘違いビーガンを、さらに傲慢かつ、卑劣にした上位互換の害悪だろ。そのわめいてる奴らを、熊と被害に遭ってる人里の中間地点に引きずり出すべきだな。熊と共生できるか、まずよく出る山で体験してほしい、などと、クレーマーに対し、呆れの声が多く上がっているみたい。みんなが指摘するように、熊の駆除にクレームを入れている人たちは、野生の熊が、動物園のおとなしい熊や、プーさんやぬいぐるみの熊と同じようなイメージを持ってるんじゃない?そうじゃないと、泣きながら電話なんかしてこないでしょ。野生の熊は、動物園のおとなしい熊やプーさんと違って、凶暴性を兼ね備えてるんだよ。だから、実際に熊に襲われた人が亡くなったり、大怪我をしてるんだからね。そんな現実を直視せず、自分の間違った思考と感情で役所にクレームを入れる人たち。あまりにも迷惑すぎるよ。そんな人たちは、とりあえず熊が出没している現地に行くといいよ。そして、一度熊に襲われるといいよ。そうすれば、なぜ熊を駆除しなければならないのか。それが理解できると思うから。とにかく熊駆除クレーマーは、金輪際役所にクレームを入れるのをやめてください。迷惑以外の何者でもありませんので、よろしくお願いいたします。